ピラミッドといえばクフ王ですね。古代エジプトの第四王朝、古王国時代の人です。ギザに最大のピラミッドがありまして、この頃がピラミッド建設熱最盛期で、技術もピークだったようです。このピラミッド建設は、農閑期の公共事業で、長らく言われていた奴隷労働ではない、とのこと。クフ王はピラミッド以外のことはよくわかっていないようです。次はハムラビ王、バビロン第一王朝第6代の王様です。全メソポタミアを統一したことで名高いですが、でも一番知られていることは、ハムラビ法典ですね。目には目を、歯には歯をって言葉は誰でも一度は聞いたことありますね。これは過剰な復讐をストップさせるためのものです。この石碑は1901年、イランのスーサで見つかって、今はフランスのルーブル美術館に入ってます。ハムラビの時代の法の支配を重視するっていう思想は、中東でその後1000年の間尊重され続けます。次はアメンホテプ4世、エジプト第18王朝、新王国の時代の王様です。彼はいちいち政治に口を挟む神官団と対立します。そして従来の多神教をやめて、唯一神アトンの一神教を強制します。自分の名前もイクナトンと改名しちゃいますね。都も神官団を避けてテルエルアマルナに遷都して、王妃ネフェルティティと新しい美術様式を打ち出します。マンネリ化してたエジプトの様式から写実的な様式にしたわけですね。息子はツタンカーメンで、ツタンカーメンは9歳で王になって19歳で死んじゃいます。その間にまた多神教に戻されちゃったんで、アトン信仰は一代で終わっちゃいます。このツタンカーメンの墓は他よりしょぼかったので、墓泥棒の被害に遭わず、ほぼ完全な形で1922年イギリスのハワード・カーターに発見されます。精神分析学のフロイトがアメンホテプ4世に興味を持って、アマルナ発掘にも参加しています。彼曰く、なんとアトン神の一神教は滅亡せず、モーセがユダヤ人に伝えたんだ、それがユダヤ教になったんだ、とのこと。さて、ではそのモーセです。アメンホテプ4世のすぐ後の時代ですね。彼は出エジプトで有名です。エジプトで虐げられていたヘブライ人、ユダヤ人を集めて、約束の地、カナーンへ移住させたエピソードですね。この移住の過程で通ったシナイ山で、神、ヤハウェから十戒を授かり、ユダヤ教の立法の中核ができたとされています。旧約聖書に様々なストーリーが載っています。エジプト軍から逃れるために海を割ったっていうのが有名なところですね。さて次はラムセス2世、ラメス2世とも表記されます。古代エジプトの締めくくりにふさわしい最大のファラオですね。エジプトはあまり国外へ支配を広げるタイプではなかったんですが、彼はアジア方面に進出して、鉄器で有名なヒッタイトと激しく争います。入試ではカデシの戦いなんか出されたりするんですが、ヒッタイトのムアタリと戦った後、世界史最古の平和条約を結んでいます。アブシンベル神殿には、青年期から壮年期の4体のラムセス2世像が並んでますね。アスマンハイダム建設による水没から守ろうとして、保存運動が起こって、ユネスコの世界遺産が創設されました。次はアッシュールバニパル、アッシリア最盛期の王ですね。都のニネベに大図書館を作って、国中の文書を集めています。2万を超える蔵書があったらしいですね。蔵書といっても、楔形文字が刻まれた粘土板で、読むのも運ぶのも重くて大変そうですね。さて次はソロモン王、ヘブライ王国の王で、有名なダビデの息子です。イスラエルの繁栄を築いたことで名高く、交易を盛んにして、政略結婚で国の安全を確保しています。エルサレムのシオンの丘にヤハウェの神殿を作ってますが、悪魔を従えた、などオカルティックな面が見られるので、気になる方はググってみてください。ヘブライ王国は彼の没後、北はイスラエル王国、南はユダ王国に分裂してしまいます。次はネブカドネザル2世、新バビロニアの王ですね。紀元前586年にユダ王国を滅ぼして、ユダヤ人の強制移住バビロン捕囚を行ったことで悪名高いです。ただ
強制移住は当時はよくあった反乱防止策で、ユダヤ人に宗教の存続を認めているので評価は分かれます。ユダヤ人の国イスラエルにとっては旧敵ですが、イラクでは英雄で、今は亡きフセインは俺は現代のネブカドネザル2世だとアピールしていました。まずはキュロス2世ですね。ペルシャ最古の王朝アケメネス朝の始祖です。彼はバビロン捕囚のユダヤ人を解放したことで名高く、旧約聖書で主の望みを成就させるものと称賛されています。彼はまずイラン高原で横暴を極めていたメディアに反抗して勝利します。そしてメディアの領土を受け継ぎ、そこにペルシャ王国が建てられたわけです。さらに新バビロニアも征服し、紀元前539年にバビロンに無血入城して古代オリエントの統一を成し遂げます。キュロス2世は異民族に寛容で、後世の人々から理想の王と称賛されていますね。次はペイシストラトス。彼は古代ギリシャの選手ですが、選手っていうのは民衆の不満に乗っかって非合法に政権を握る独裁者のことですね。ペイシストラトスは政権を取ったり追い出されたりしてましたが、中小農民や手工業者の支持を得て選手としてアテネを統治します。小農民の保護や土木建設業を促進して町の整備に努めるなど、独裁だけれど聡明な指導者だったと言われます。彼の時代にアテネの物産が普及して、アテネはギリシャ最大の地位に上り詰めます。次はゴータマ・シッダールタ。ブッダとかお釈迦様とも呼ばれますね。彼は釈迦族カピラ王国の王子として生まれ、何不自由ない生活を送っていたのですが、生老病死の宿を垣間見て無常観に悩み、29歳で家族を捨てて出家します。断食をして死にかけたところ、スジャータという娘がお粥を差し出して救われ、苦行を捨てます。スジャータは飲料系の企業グループの名前にもなってますね。彼は後に悟りを開き、八正道の教えを説きます。ブッダというのはそもそも悟りを開いた人という意味の称号なわけですね。次はダレイオス1世。彼は強いリーダーシップで中央集権の制度を築き、後にローマ帝国やモンゴルにも影響を与えます。スサからサルデスを結ぶ王の道で交通網を整備し、王の目、王の耳と言われた観察官を設けて情報収集に力を入れました。アテネへ勢力を拡大しようとするも反乱を招き、紀元前490年のマラトンの戦いでは敗れてしまいます。この時マラトンからアテネまで勝利を知らせるために、ある兵士が約40キロ走りに走って力尽きたのがマラソンの語源とのこと。次は孔子。春秋時代の末期、小国の魯に仕えますが、政争に巻き込まれて失脚し、諸国を流浪することになります。彼は仁の思想を説いて、弟子との会話が後に論語として記録され、儒学としてチャイナの国境に上り詰めます。とはいえ、孔子自体は高い理想を掲げるも、世の中の無理解であまり出世せず、弟子の育成の方に力を入れたようです。今では論語関係の書籍はわんさか世に溢れていますね。次は孫武。孔子と同じく春秋時代に軍事思想家として活躍しています。兵法書の孫子は今でも世界中で読み継がれていますね。戦わずして勝つっていう消耗戦を避ける戦略思考とか、スパイの重要視など現代でも有効性を失っておらず、ビジネスに活用しようって風潮もあるようですね。次はテミストクレス。低い身分から出世してアテネの軍人、政治家にまで上り詰めます。ペルシャ戦争では紀元前480年のサラミスの海戦でアケメネス朝軍を撃退させ、旧国の英雄にまでなっちゃいます。しかし金、地位、名誉ととても欲深くて、陶片追放で反対派に国外へ追われてしまいます。そしてなんとかつての敵ペルシャでちゃっかり地方長官に任命され、ついにその地で亡くなったとのこと。ラストは古代ギリシャスパルタの王レオニダス一世です。紀元前480年、アケメネス朝ペルシャの王クセルクセスが100万とも言われる軍と共にギリシャ北方に迫ります。ギリシャは7000だけの兵で多勢に無勢なので撤退の許可が出るんですね。しかし
レオニダスは部下300人とこの地に踏みとどまる決意をします。戦いが始まると、レオニダスのスパルタ軍は槍が折れれば剣、剣がなくなると素手、そして歯で噛みついてさえ戦い、ついに全員討ち死にします。このテルモピレーの戦いでの勇敢なスパルタ兵は、ペリリュー島の戦いの勇敢な日本兵とよく比較されています。今回は以上となります。まずは古代ギリシャ最高の民主政治家ペリクレスから。彼は若い頃は政界を避けていたと言われます。というのも、父親が陶片追放でアテネから追い出されたことがあって、それに自分自身あのペイシストラトスにそっくりだったから、自分の運命が怖かったのかもしれませんね。そんなこんなで、政治家ではなく軍人として名を挙げて、晩年の15年はストラテゴス、将軍職で過ごしました。この頃アテネは最盛期を迎えて、フランスの哲学者ボルテールはカエサルの時代のローマ、ロレンツォ・メディチのフィレンツェ、ルイ14世のフランスと並ぶ偉大な時代だったと称えています。しかし、ペルシャに対抗するデロス同盟の盟主という地位を利用して、同盟が集めた資金をパルテノン神殿の再建などに使ってしまい、周りの反感を買っちゃって、ついにスパルタを中心とした反デロス同盟とペロポネソス戦争を戦うことになって、ギリシャの覇権はスパルタに移ってしまいます。次はソクラテス。アテネ衰退期に活躍した哲学者です。ソクラテスは悪妻クサンチッペのエピソードが有名ですね。ある時、口うるさいクサンチッペは激しい攻撃を浴びせかけるも、ソクラテスは動じない。なので水をぶっかけてやった。しかしソクラテスは平然と、雷の後は雨はつきものだと語ったといいます。最後は不当な裁判で死刑を宣告されるも、悪法も法なりと受け入れて死んでしまいます。これを聞いたクサンチッペは彼の死に耐えられず、取り乱して涙を流したと伝えられます。次はトゥキディです。アテネ出身の歴史家です。アテネとスパルタが戦ったペロポネソス戦争を描いた戦史で有名ですね。厳密に裏を取りながら資料批判をしたので、客観的な記述が売りですが、それに対してヘロドトスは物語的な記述で、世界最古の個人による歴史編纂で、歴史の父なんて呼ばれていますね。さて、次はフィリッポス2世。アレクサンドロス大王の父親ですね。小国マケドニアを率いて経済、外交、軍事を整え、ギリシャでのし上がります。そして一流で万能の学者アリストテレスを招いて息子の教育を託します。しかし彼はペルシャ遠征を企画中に暗殺されてしまいます。これは黒幕が分かっていないので、息子アレクサンドロスにやられたという説が今も根強く残っています。さて、次はアレクサンドロス3世。子供の頃アリストテレスが家庭教師につき、歴史や文学、哲学だけではなく医学など自然科学にまで及ぶ幅広い教養を身につけます。さらに王とはどうあるべきかという帝王教育まで授かります。彼は紀元前334年に東方遠征を開始して、ペルシャ帝国を倒し大帝国を築きます。アレクサンドロスは異民族に寛容で、ギリシャ人とペルシャ人の1万人の集団結婚など異民族の交流に努めました。そんな彼も紀元前323年に熱病にかかって32歳という若さで死去してしまいます。死に際に、一番強き者になんて遺言を残したものだから、激しい後継者争いが起こって、あっという間に帝国は分裂しちゃいます。このアレクサンドロスの時代からプトレマイオス朝エジプトが滅ぶまでの約300年はヘレニズム時代と呼ばれ、この時代ギリシャとオリエントの文化は融合して普遍的なものになります。さて、次はチャンドラグプタ。武将から身を起こして下克上でマウリア朝を建設します。アレクサンドロス以来住み着いていたギリシャ人を一掃して西北インドを平定し、セルーコス朝からアフガンを手に入れて帝国を作り上げます。強大な軍と官僚機構で富国強兵を実現しました。彼は仏教を信仰していましたが、晩年ジャイナ教に帰依して出家します。ジャイナ教は摂取を厳しく禁止しているので断食に行き着き、修行の末に餓死してしまいます。次はカンピ。戦国時代の諸子百家の一人ですね。
彼はどもりで演説が苦手なため文筆業で活躍します。放火の集大成である完筆書を書き上げたのですが、人は利害によって動くとして法による統治を訴えます。彼の思想に後に始皇帝となる秦の王が興味を持つのですが、彼の才能を妬んだ李氏によって殺害されてしまいます。といってもその李氏も後に軽視されるのですが、最後はアショーカ王、あの餓死したチャンドラグプタの孫ですね。彼は王位継承のため兄弟を殺し尽くし、さらにカリンガ国遠征でも数十万人も殺しました。そこで自分のやってきたことの冷酷さにショックを受け、人生観が変わったようです。仏教への入信もこの時のようで、それからは不摂政や法による統治で国の安定に努めます。さらに国内に限らず世界中に伝道師を派遣していて、なんとイエス・キリストは仏教徒だったという説まであります。この時代のインド文化はペルシャの影響を受けていて、さらに各地の円柱はアショーカ王の時代がヘレニズムの時代であることをよく示しています。今回は以上となります。ではまた次回。まずは始皇帝、有力諸侯から台頭した秦の王政がチャイナを統一します。彼は王の称号で満足せず、伝説の三皇五帝という帝王から一字ずつ取って皇帝の称号を名乗ります。初代なので始皇帝と呼ばせたわけですね。始皇帝は放火の李氏を重用して文字の統一や郡県制を実施して富国強兵に努めます。郡県制では郡県の区割りはサイズの均一性を重視して、世襲でない役人を中央から派遣するなど、すごく効率的です。しかしそんな秦も統一後14年、始皇帝死後たった3年で滅亡してしまいます。宦官が遺言を書き換えて無能な子を2代目にしたのが直接の原因のようですが、早すぎる改革に社会がついてこれなかったのも背景にはあったんでしょうね。でも社会面、文化面ともに後の指導者に影響を与え、ナポレオン、大化の改新、そしてまた明治政府も参考にしています。次は李氏、荀子の下で官費と共に学んで放火になります。彼は秦王の姓に仕えてチャイナの統一、そして中央集権国家の建設に大きな役割を果たします。有能ではあったんですが、ライバルは殺して邪魔な書物は焼いて、容赦なく権力を振るったため今に至るまで恨まれる存在です。そんな彼自身、二代目皇帝の時に軽視されてしまいます。滅びゆく秦の後釜をめぐって、その名門項羽と地方の役人劉邦がぶつかり合うのですが、二人は世界で最も有名な因縁のライバルと言えそうです。結局は劉邦が勝つのですが、彼はアンチ始皇帝で人気を博します。でも実際は秦の制度をマイルドにしただけで、時代を逆行させることはありませんでした。彼は軍国制を実施しますが、直轄地は秦と同じやり方、辺境地は相続や手柄のある部下に与えるというものです。思想面では放火ではなく儒教を採用して宮廷儀礼を制定します。これに従わせたため荒くれ者の部下たちが神妙に成立したというのは有名なエピソードですね。次は項羽、秦の末期に陳章五項の乱という農民反乱が起こりますが、その混乱に乗じて台頭します。彼は戦にやたらと強いのだけど、思慮が浅く残虐で捕虜は構わず殺します。知能がいる政治関係は苦手だったわけですね。劉邦との天下分け目の外貨の戦いで敗北して、あらゆる方向からその歌が聞こえてくるのを聞いて自分の状況に絶望してしまいます。有名な四面楚歌ですね。そんな状況で大切にしていた愚美人は命を絶たれ、彼女の墓には綺麗なひねあげ種の花が咲いたことから、人々はそれを愚美人草と名付けたとのことです。父ハミルカルは勇敢で軍才もあり、人々から尊敬されるカルタゴの英雄でした。というのも死んだ理由が部下を助けようとしてですからね。そしてハンニバルが26歳で世に出た時、顔形が父にそっくりでハミルカルの再来だともてはやされます。有名なカンネの戦いでは、なんと象でアルプスを越えてイタリア半島に侵入してローマ軍を完膚なきまで叩きます。世界大戦以前で最も戦死者を出した戦いだという学者もいますね。
しかし誠意を振るう者の誤算してしまいました。そのうち都市国家はカルタゴになびくだろうと見込んでいたために、そうはならず補給もおぼつかなくなってしまい、最終的に敗北してしまいました。次は大スキピオ、カルタゴとの戦いで巧妙ですね。スキピオは温厚な人物で、イベリア半島の原住民にも敬愛されます。それで地政情報に通じる原住民の支持を得ていたわけです。紀元前202年、北アフリカのザマの戦いでハンニバル率いるカルタゴ軍に圧勝するのですが、なんとこの同じ年にチャイナでは降雨と流砲の勝負もつきます。世界帝国としてのローマと漢は同じ時期に姿を現したんですね。相次ぐ戦勝の後、スキピオは旧国の英雄として称えられるのですが、彼のギリシャかぶれや規律無視に加えて個人崇拝への懸念が巻き起こり、結局は田舎へ半ば追放という形になってしまいます。次は朴突禅武、北方遊牧民郷土のボスですね。彼は父と不仲で殺されかけたこともあり、恨みを抱いて逆襲の機会を伺います。部下に対して自分がいた標的を続けているよう訓練を重ねます。はじめは獣、次は相場、そして相性といった具合に、ためらう者はすぐ殺したので絶対服従の精鋭が生まれます。最後の標的は父王で、手はず通りに父親を射殺します。そして彼は王となり、郷土の全盛期を築きます。劉邦の官軍を平城で包囲して干渉し、毎年貢ぎ物を出させる屈辱的な講和を結ばせるに至ります。次は大加藤、平民階級に生まれたけれど巧みな演説で名を挙げて要職を歴任します。公金の無駄遣いも汚職にも手を染めず、清廉潔白で後期粛清に努めます。風紀の乱れをすごく嫌うんですね。ギリシャ文化の流入にも顔をしかめて、旧国の英雄スキピオに対しても容赦ない攻撃を浴びせます。旧敵国のカルタゴに対する強硬論を一貫して主張して、元老院での演説はいつもカルタゴ滅ぶべしで結んだことで知られますね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。